みんな、ごめんね。ラビリスタ様、どうして謝罪などなさるのですか？ラビリスタさんの作ってくれたクレープ、とっても美味しいですよ。だって、さ、私は君たちが一番危険だった時に君たちを助けに行けなかった。あ、いや、行かなかった。そういう選択をしてしまったから。でもさ、それってエリスとかミソラがあんたを狙ってたからでしょ？そうです、確か。もうグロッキーですね。まあエリス様にしばかれちゃいましたからしょうがないですね。おい、あまりいたぶるのはよす。たもとを分かったといえど、元は協力者同士、見ていてあまり気持ちいいものではありません。大方あなたはクイーンラビリンスが救援に駆けつけるのを期待しているのでしょうが。でもさ、出たくても出てこれないと思うよ。こっちは用意万端で待ち構えてるんだもん。大変だったんだね、あんたたち。クリスティーナちゃんやネネカちゃんが魔法で操られちゃうだなんて。ここはまだ安全ですから、ゆっくり休んでいってくださいね。でもマスターったら私たちにもなかなか教えてくれないんだもん。ひどいよ。そうですよ、私とお姉ちゃんがいたらお兄ちゃんたちはこんなに怪我したりしないで済んだかもなのに、お水が臭いです。おや、井戸はピカピカにしてるはずだどん。いや、そういうことじゃないと思うわ。水臭いって言いたくなる気持ちはわかるけど、しずるちゃんとりのちゃんには大事な任務があったからね。大事な任務って？マスターの作るトンネルで世界中のいろんな場所に行って、そこでクレープを売り歩いてましたけど、それ以外に私たち何かしましたっけ？ノルマ多くて大変だったよね。私たちもクレープの材料の用意とか、それを運ぶのとかお手伝いさせてもらったわ。たくさんお買い上げしてくれて感謝感激って気持ちだべ。たくさん働かされてもうゴリゴリって気持ちだわ。思い返せば数ヶ月前でしたか、ゴーシン議長の反乱の少し後にラビリスタ様はランドソロを出立なさいましたが、確かこいつのためにレイジレギオンからのおとりになってくれるって言ってたわよね。おかげで私たちはしばらく平和に過ごせたけど。それじゃあランドソルの外でレイジレギオンから逃げ回りつつ、シズルさんたちとクレープを売って歩いてたってことですか？うん、まあそういうことになるかな。え、でもさ、なんでわざわざ？いい機会だし、情報交換も兼ねてちょっと話を整理しようか。そうだべな、オラたちも蚊帳の外ってのは寂しいべ。うん、あんまり面倒そうなことには巻き込んでほしくないんだけど、でもリノたちの話をチラッと聞いた感じじゃそうも言ってられなさそうっていうか、もう巻き込まれちゃってんだよね私たちもさ。そうだね、この世界の住人である以上無関係でいられる人は一人もいない。これはそういう類の話だ。
そもそも私たちのギルド、ラビリンスはこの世界の謎を解き明かすために活動してたの。前にノエムちゃんを保護しようとしてたのもその活動の一環なんだよ。結局世界の謎解きの方はマスターがいつの間にか済ませちゃいましたけどね。あ、いやいや、マナと戦ってなかったら私だってまだきちんと思い出せていなかったと思うし、自分の正体とかさ。それにまだ解かなきゃいけない謎はたくさん残ってる。彼女の安全装置が働かなかったこととか。でもまさかマスターの正体がこの世界を作った一人だなんて思わなかったよね。本当ですよ、氷炭から馬って感じです。馬が入ってただか氷炭に。だからそういうことじゃなくってね。そもそもラビリスタさんやネネカさんたちが狙われている理由は、確かエリスさんが新しい世界を作りたいから、そのための情報をセブンクラウンズの皆さんから得るためっていうお話でしたよね。そうらしいね。確かに私たちは世界を作り出した知識と経験を持っている。でもそれはマストでいるってわけじゃない。なぜすでに作られた世界っていう答えは足元にあるわけだし、そこから機能的に考えれば作る方法だって推測可能なはずだ。全員捕まえなくてもリソースさえあれば十分快適な世界ができると思う。世界とかそんな簡単に作っちゃえるものなのかしら。ネネカちゃんたちすごいわね。でもエリスって人の気持ちちょっとわかるな。私だって弟くんと二人きりの世界に行きたいって思うもん。それが快適な場所だったらもっといいよね。ですがそれだけのためにレイジレギオンの方々は利用されたのですね。まあもちろん向こうさんとしても記憶を取り戻しつつある私たちを野放しにはできなかったんだろうけど、だって世界の創造者、いやレジェンド・オブ・アストルム開発者である私たちが記憶を取り戻したら、まず真っ先に考えることは歪んだ世界を元に戻すこと、プレイヤーのみんなを現実の側に返すことだからさ。現実か。そんなものが本当にあるならそっちでは私どんな姿をしてるのかしら。お姉ちゃんと私も同じ種族で一緒に暮らしてたりするのかな。現実での私もきっとお兄ちゃんの本物の妹で同じ部屋の中で一緒に暮らしてますよね。間違いなしです。リノちゃん、それを言うなら同じ屋根の下だよ。ちょ、お姉ちゃん、後ろからベアハックしないでくださいよ。食べたばっかりなのに。現実っていう場所のことはまだちゃんと思い出せないんですけど、ラビリスタさんはそっちに帰った方がいいって思ってるんですよね。そうだね。実感はまだないかもしれないけど、ここは仮初めの世界だから、まずは正常な状態に戻さなくちゃ。ですがそのためには一体どうすれば。いろいろ調べたんだけど、この世界から脱出できない理由、ミネルヴァの懲役を解決するには2つの課題がある。課題？そもそも以前のアストルムにはプレイヤーが元の世界に戻れる安全なコマンド、魔法みたいなものがあったんだ。でもその魔法が再構築でなくなっちゃった。だからそれを戻す。言うなれば世界の書き換え、
アップデートだね。そのためにソルの塔のコントロール室、つまり頂上に行ってちょっとした工事をしなくちゃいけない。え、それだけですか？いやいや、塔の中は強い魔物だらけだし、最上階への扉は塞がってるから簡単じゃないんだよね。それが一つ目の課題として、もう一つは何？それとプレイヤーアバターが脱出コマンドを使えるようにするために、世界中のみんなにそれぞれローカルパッチを当てる。プレイヤーアバター？ローカルパッチ？ああごめん、分かりやすく言うと予防接種みたいなものかな。予防接種、つまり何かあった時の備えをあらかじめ体に作っておくってことだよね。うえー、注射はやだよ。大丈夫リンちゃん、慣れれば意外と平気ですよ。いや、シオリンはそうかもしんないけどさ。でも世界中の人に予防接種だなんて何百万でも効かないんじゃ。そうよね。どれだけ時間がかかるか分かったもんじゃないわ。みんなの協力があればなんとかなるかなって。今のところ7割くらいは終わってるから。え？それに何も、皮下注射だけが予防接種ってわけじゃない。効果があるなら経口投与でもいいわけだ。つまりお薬だね。へー、苦いお薬もやだよ。もうリンリン、わがままだな。でもちょっと気持ちはわかるわ。甘いお薬だったらいいんだけど。うん、そうさせてもらったよ。え？みんなに食べてもらってるクレープ、それが薬でありローカルパッチなんだ。